BBA のジェフ・ベックを思い出しますね、私はね。これはだからあのこれをビグスビーをつけたことによってあのサスティンとかがなくなって、うん、こう味のある音になったんですね。それまではなんかちょっとこうハードロックな音みたいな、サスティン伸びてーみたいな、伸びてーみたいな、ね、伸びて伸びてーっていう、なんかこういなたい音が好きな人は、うん、ビグスビーつけるのはいいと思うんですけどね。一発でやらなくなると、もう完全にあの伸びなくなるから。なるほどね。でもこれすごい発明ですよね、うん、こうバネだけ失敗ですよね、うん、もうちょっと戻ってきてほしいなと思うんですけど、こうもうちょっとね、もうちょっとと硬いものにすればよかったんだけど、そうするとやっぱこんな感じが出ないのかな。上げられるつもりはいいですね。でもこれアームっつうのは使い方ですね。俺ももう何十年もアーム付き使ってますけども、はあ、ビグスムスタングはもう本当に情けないぐらい、情けないぐらい狂いますよ。だってこれはね、ご存知のようにもうご存知、いや皆さんがですよ、はいはいはい、テレビをご覧のね、はい、これチャーモデルと言ってもおかしくないぐらいの使用頻度っていうか、表彰されてもいいですよね。そうですよ、そうですよ。なぜチャーさんしか使わないかっていうのをね、使えないっていうこれはチャーさんしか、でもね、この大きさがいいんですよね。確かとこれね、我々ジャパニーズにはですね、うん、こう俺初めて向こうのバンド見た時に、おレスポールってちっちゃいんだなとか、スタートってちっちゃいんだなと思ったんですけど、ガタイが良かったんですね。そうですね、それは言える。だから今でも割とムスタングもムスタングじゃない、このストラトもレスポールもちょっと余る、うん、手に余る。一生長い長い、なんていうんですか、性生活って言うんですかね、うん、に耐えるのはやっぱこの子かなっていう。なるほど。ダメだし全然こんないっちゃうんですよ。これすごいですね。で狂わないでしょこの子はね。もう直し方分かったんで、切れたら終わりですけどね、弦が。これはもうずっとのやつなんですか。あんまり興味ないよ。なんか見ましたよ、なんか本で。あの昔から使ってたやつなくなったりとかしてるんですよね。盗まれてますね、ええ、ぜひこの番組見て盗んだ人は返してくれなくていいですから、そのまま元気だぞみたいな一歩を。これね、すごいのはね、それは分かんないですよ。止まっちゃうんですよ、真ん中だと止まっちゃうんですよ。オフがある、考えないでしょ。そうなっちゃったりしないですか。なります、これがなります。っていうか曲の中でこうやって やるんですか。これでフェーズって言われてるんですけども、位相が変わるとか言ってる。俺は電気もこれまた詳しくないんで分かんないんですけども、だいたいこうすることによって、まあ、並列が直列になるんですね、ぐらいしか分かんない。難しいですよね、切り替えが。でこれはまあこの音とこの音はどう考えても俺は同じだと思うんですよ。それとこの音とこの音も同じだと思うんですよね。あ、プラスがこうなっただけでね、うん、よくわかんないし、あ、そうか。でたまにこんなになってて調子に乗ってて、これはまだ硬いですけども、昔使いこなしたらこれはすごいシュルシュルに柔らかくなってて、あ、たまにこういう状態になって、こうまずこうなるんですよ、一個だけ生きてて、まだ乗ってるわけですよ。で何かをしてジャーンってやった時にこう触ってってなった時にまさかここで止まったと思わないんで、あれ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 とかなって、あ、そうかそうか、坊やとかもできて大騒ぎするんですけども、実はギターのスイッチが入ってなかったっていう。これは謎のスイッチです。うん、いじってみますか。ちょっともうさ、弾いたことあります。いや、ほとんどないですよ、まあ、記念に。記念にね、うん、いや、これはいい記念。なんさって、こうつまみが2個しかないっつうの。直せないです、僕。大丈夫、もう今やってやる。直って。直
っぽいでしょ。はい。はいじゃないんだ。つい本音が出る。ああ、やっぱりでもあれですね。その言ってみればチャンさんのムスタングが特別かと思いきや、うん、全然そのまんまでしょ。そのまんまっちゃそのまんま。はい。はい、何もしてないですよね。しないですね。はあ、これね、なんといっても安いんですよ。やっぱフェンダーが、まあ、エレキが流行った時にいわゆるビギナー用に、はい、スチューデントモデルみたいなやつ。そうですね。でも他のフェンダーにはなくて、このフェンこいつにしかないある特典があるんですよ。フレットが1個多いんですよ。あ、ギブソンと一緒なんですよ。なるほど。まあ、こいつは俺仕様ですけども、常識的にはフェンダーっていうのは、これどうかな、これもフレット1個多いのかな。それ多いですね。これ21じゃん。あ、そうそうそう、見てわかんないですよ、これ。そうそうそう、これはこう、あのクロスロードのね、コピーしてる時にね、最後のとこで、でフレーズがあるんですけども、あ、そうです、うん、そうそうそう、これではできないんですよ。なるほど。無理があるんですよ。え、やつは何で弾いてたんですか。多分ファイヤーバードか。ギブソンですね。ファイヤーバードか。あ、こっちはついてるのか。ストラトにはないのに。そうなんですよ、妙な特典が。あ、俺はね、そこにね、一番感動してこれを使い出したかもしれない。なるほど。大きさとついていると、うん、ついてるぞみたいな。で、ショートネックなんで、こうやっては出ないんで、ここから始め、え、これとこれ、え、これがこうでこれがこうなんですか。普通そうでしょうね。いや、もう全然わかんねえなこれ。詳しくないんですよ僕は、うん、ノリで、え、こうやるとフロントだけってこと。違うな。違うな。そうなのか。あ、でもいい音してるような気もする。でしょ。だからいい音っていうか、まあムスタングにしか出ない。いや、あ、お試し期間終わりですでもね。いや、これはだからね、本当に随分綺麗ですよね。これがこれしかないっていうのが実にやりやすかったんですね。なるほど。なんかこう。今どうやってた？いい音だったな。こう、こう。いや、もう覚えてない。一個だけ。フロントだけ。もうこの一弦のペン、全くサスティンないでしょ。これはいいんですね。なるほどね。それとショートネックって幅が狭いんで、はい、もう全然 G の目指せもったらこんなことできちゃうんですよね。これはギブソンでこのコードをやろうと思うとできないですね。結構大変ですね。まあ、こんなことやる人いないですけどね、あんまり。てえね。こんなのもいいでしょ。そんなんできないですよ。最近編み出したすごいコードはあるんですけどね。どうだっけな。これ、これすごいですよ。 B フラットのなんたらかんたらなんですよ。え、どこ押さえてるんですか。もう語源が B フラですね、はい、で、こうか、あ、こうか、え、一弦変わったんですよ。いや、首がつりそうになった。これ多分世界で一番
広がりがらないコードの多分ナンバーワンだと思うんですけどね。無理ですね。これももう得点ですね。楽に B フラットの B フラットのギネスブックコードがあなたも弾けるみたいに。いいね、大変でしょこれ。自分で編み出したんですけど大変でしたよ。大変でしたとか言って急にできないんで俺も。なるほど。だこれは私はあのよく使うコードでこういうマイナーのライン、はい、あるんですけども、はい、これは実は俺もずっとギブスンとかこのスタートを使ったんですけども、ある時これと出会ってナインスを弾いたつもりだったらフレットの幅が狭かったんでこうなっちゃったんですよ。こういうコードを弾きたかったんですよ。それがあれとあれいいじゃん響き。スモーキーじゃなくて。You're my sky。でこれできたんですね。いい話よ。いやいやいや。これ当然カットしますけど。なんでです。企業機密なんでこれ。企業機密。なるほど。でそれを見て、それを先に聞いてそれをどうやってやるんだってやってやると、うん、辛いコードを弾いてんだなと思うわけですよね。思うんですよね、うん、大変だなと。そうそう、それもムスタングじゃないか嫌いだろうと思うと、もっと大変なんですよね。俺一番ね、このムスタング好きなのはね、この辺のねこの安っぽいこれはね、ストラートでは出ないですよ。ごめん、外れみたいな。この場でもアームもすごいですよ。マトリックスのベンチャーズみたいな。すごい。これはね、スタジオじゃないですよ、これは。もうこれじゃ絶対無理だ。ありえないですね。そこが限界ですか、うん、まだ音になってるもんな、うん、ゴリーンって言ってるもんね。もう緩くなって触って出てる音なんですけどこれはやっぱりムスタングって名前はよくつけましたよね。ムスタング野生馬。あ、そうか。非常に引きこなすのは大変なんですよきっと。その上メスですからね。荒くれだと。荒くれのメスの馬ですから。これですよ。弾いてない音が。一回切れたと思ったら。いいですね。いいな。いいでしょ。こうやって練習しなきゃだめよ。いや、パッと持ってもやっぱ弾けないですもん。うん、こういうものはね、うん。ムスタングにはやっぱムスタングの弾き方がありますね。やっぱ俺レスポールもそう丁寧になっちゃう。僕らも結構レスポールこれもんでやってるじゃない、うん、あーとか思うあーみたいな。確かにそれはそうやって思われがちかもな。うん、見るに耐えなくなってかわいそう。59年のレスポールをジャカジャカ弾いてそうそうそう、うん、まあしょうがないから。ジャカジャカ弾いてますか。有名な人だからしょうがない。いやいやいや、まるで、thank you.
まあ縁も竹中ですが。はそろそろここでダラダラとね喋ってる感じの演奏で締めるか。あ、演奏で。演奏。別にどっちもいいですけどね。なんか変わったことやりましょうか。何ですか。指を2本しか使っちゃいけない。だったら1本の方がいいかもな。あ、1本。うん、1本。うわ。人差し指ですか。それは君小指でもいいよ。初心に帰って。じゃあ俺は中指だけで。何指にしようかな。じゃあ薬指で。薬指、はい。意外と得意。いや、そんなことないですけど、一番力があるかもしれない。お姉さん指で。じゃあ俺お兄さん指で。キーは。キーは。何でしょう。じゃあ。そうだな。奥田だから O にしようかなってないで O マイナーなんてあったそれおこんなコードなのね一本で弾けるコードがあったっけな一本で弾けるコードあー E マイナー7ですねじゃあ E マイナー7ですねじゃあ俺お兄さん指でになる他の指が。チョーキングするにも他の指がいるんですね。いろんなこと発見するよ。うん、届かないもんね、これ。妙な発見ありましたね。ありました。なんかさ、悲しい組しかならない。なんかさ、昔思い出したんだよね。フォークの人がロックっぽいことをやろうとするとこうなってた。ああ、なんかなんででしょう。ね、やっぱりそうなんだよきっと。チョーキングとかできないもんなんだ。あとお姉さん指だけ、そっちは。そうです。中指だけだと結構
お姉さん指は辛いよね。やっぱりやってる時って他の指でこう実はグーしてる。やってるんですね。ね。2本使ってる、2、3本使ってるんだ。これ小指だけだったらもっと大変だよね。顔がもうなんかいきなりアマチュアに戻りました。これはこのなんかこの E マイナーっていうのがやばいね俺たちはみたいなだって他にできないですもん。だからもう最終列車に乗ってみたいなこの街出たぜみたいになっちゃうんですね。そうです、ニール・ヤングですね。ニール・ヤングですね。なるほど、ニール・ヤングを弾くには指一本あればその感じが出るぞと。なるほど、というところですかね。はい、すっごい疲れた指が皆さんこんばんは、フェイクニュースです。野球情報専門プログラム、プロ野球ニュース。マリーグはなくさないでくれ。人間的にあったかい人たちに養殖についてほしいな。